D サイドトロイメライはサムズアップドリコムブシロードによるメディアミックス作品。略称はトロメラ。2021年7月から10月にかけてはテレビアニメが放送され、同年9月30日にはスマートフォンアプリケーションゲームがリリースされた。さらに2022年初旬には DMM ゲームス版がリリース予定。ウィアードと呼ばれる。 現実世界に侵食している悪夢を打ち砕く物語。揺ら島、そこの海ではまだ手につけず、残されている雄大な自然が存在した。渡積学園へと通う高校生、古方乱同は、学園生活を送る中で、生産で異常な変死事件へと巻き込まれてしまうことになり、乱同は、ノッカーアップと呼ばれる夢と現実の世界を行き交う、ものに選ばれ、 永久に冷めない悪夢に立ち向かうことになる。プロジェクトテーマソング、獣のりは、東京事変による楽曲で、作詞を、シーナリンゴ、作曲を、亀田誠治編曲を、東京事変が手掛けている。この楽曲は、テレビアニメでもオープニングテーマとして使用される。ゲーム挿入歌として、東京事変による下記の既存曲が使用される。全曲の作詞は、シーナリンゴ、編曲は、 東京事変による、2021年7月から10月まで、東京 MX 他にて、D、サイドトロイメライザーアニメーションのタイトルで放送された、東京都の渋谷を舞台とし、小田竜平を中心としたストーリーが描かれる。舞台は渋谷。小学生の頃、優しく憧れの存在だったにいい。その謎の死を目撃した竜兵は、 今や周囲にはその悪夢を感じさせない、快活な高校生になっていた。キックボクシングに明け暮れる、ある日、不思議な生物トリスに噛まれた夜、いつもとは違う夢を見る。巷で、噂のドロップが闇を飛び交う中、歪んだ欲望をと対峙する。彼がその先に見るものとは。インターネットでは、アベマ、アマゾンプライムビデオ、D アニメストア、FOD、ギャオ、JCOM オンデマンド、 ミルプレス、ユーネクスト、アニメ放題、スタヤ TV、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、ヒカリ TV、グーグルプレイ、ハッピー、動画、楽天 TV、ビデックス、ビデオマーケット、dmm.com、ギャオ、ストア、ミュージック .jp、ムービーフルプラスにて、2021年7月10日23時以降に、順次配信開始。D サイドトロイメライザーアニメーションに関するカテゴリー、ありがとうございます。